大阪府立三原高等学校は、大阪府堺市三原区にある公立の高等学校。高校生急増期の昭和後期1976年に、誘致運動を受け、府立102番目に新設されたマンモス校で、生徒の約9割が自転車通学の地元集中校。1971年誕生の黒田革新不正が、高校入試で、 15の春は泣かせない政策として大幅に新設した不立高校の一つ。1973年度だけで開校13校が計画され、各自治体が地元誘致運動を進める中、三原町による誘致に対応して、不立102番目として1976年に開校した。なお、建設工事の際に、末木や葉きなどの土器片が見つかったため発掘調査。 アスカ時代や奈良時代の掘ったて柱建物跡が確認されたため遺跡に配慮して校舎の配置を当初予定から変更した。教育課程は全日制課程で普通科を設置。1から2年生の英語と1年生の数学科では少人数授業を取り入れ学力の定着と身長を図っている。また、オーストラリアへの語学研修や交換留学生の受け入れ。 国際理解バザーの実施などの国際理解教育にも力を入れている。校訓は自主、自立、兼任、果敢、創造、開発の6つの考了。校章は三原の美を図案化し、高等学校の高金色でデザインした校歌は小野十三郎による作詞、川澄健一による作曲。校舎は半世紀前の開校時の建築で、 球体新基準の既存不適格で、震度6強の揺れで、倒壊の恐れがある。このため2008年から改修を行った、注釈3章。ありがとうございます。